シーソーファイナルステージも残り3対戦。お台場絶好調の宇都宮とダークホース藤野が怪物相手にどう戦うか。宇都宮対川端は一つの誤算で勝負が決まる。新品温存のため予備の皮むきタイヤで戦うことを選んだ川端。しかし中古タイヤの熱入れはできず、冷えたままスタート。さあ川端、今度は宇都宮の後ろから少し離れていったぞ。いやこれはどうしたことか。少しおかしい状態になったか、苦しい状態になったか。さあ宇都宮の後ろからスタートダッシュ、ちょっと遅れを取った川端正人。逃げにかかる宇都宮に対してちょっと場が合わなかったということでしょうか。意外な結果。あれどうしたんですか。スタートも全然遅れましたね。ちょっと離れすぎましたね。そうですね、うん、やはりニューじゃないと苦しい感じですね。うわ出ました 87.5、 後追いで逆に 7.5。 逆転をかけ川端が攻める。宇都宮が飛び込む飛び込む飛び込む、思いっきり横を向けたところに宇都宮が飛び込んでいく。さあこのままいければ、このままいければということになりますが、それでも思いっきり角度をつけて新座席前、その横にその横に宇都宮秋鳥が入っていく、宇都宮が入っていく。さあ360度の旋回だ。この辺の旋回は速いところがある川端正人、それに対してイン側から近寄ることができない宇都宮秋鳥。しかしこれはどうやら谷口さん決まったかな。川端がね、はい、やはり起死回生の策をちょいちょい仕込んできてるんですけ けど宇都宮はそこにうまくはまりませんかわしますね。この2本目はイーブンということは1本目の差で決勝進出はなんと宇都宮秋典だ。ファイヤーファイヤー2。いやピストルさん、これ川端負けましたよ。いや意外だけれども、こういうことがないと面白くないから。ピットに向かったカメラもただならぬ空気を感じる。ちょっとごめんなさい、もういいです。これまで本調子ではなかった大悟が目覚める。レディー3、2、1、ゴール。さあ試合の入った号だ。斉藤大悟先行、後追い藤野秀幸。さあ追いは AT が斉藤大悟のところに入っていく。ああちょっと離れた。今ちょっと接触しそうなところで減速してしまった。抜群の飛び込みだったが立ち上がりで離され、アドバンテージを取るには至らず。攻めた結果のミスと。そうですね、まあ呼吸が合うか合わないか、合わないかっていうところですね、はい、ですよね、はい、入れ替えで大悟が見せる。斉藤大悟がギュンと飛び込んでいく、飛び込んでいく。さあこれは近いところ、ただに寄っている白煙を上げながら、この辺の審査で決まりを見た見た状態だ。サイド前サイド、寄った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 。さあ煙の中煙の中、この360度の旋回は近いところ、近いところ。いやビタビタの入っていく、ビタビタの入っていく。これぞ斉藤大悟、ものすごい走りだ。ここはどうやら持ってった。すごい勝負あり、決勝進出斉藤大悟だ。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと今回不発続いてるんですけど、ちょっとやっとなんとなく勘が取り戻ってきました。どちらかというとやはりまだね、大悟の本調子の走りまでは彼の中では行ってないと思いますよ。かなり保険を持った。今のコメントの中ではだいぶ良くなってきたと言ってた、うん、だけどまだ彼の中で手足のようになってないと思います。なるほど、はい、決勝大悟ですけど。はい、大悟ですね。任せてください。大悟はね、5連敗中なんですよ。まあ華麗に6連敗決めてやりますよ。なんで違う。宇都宮記録を破るか更新するか、ファイナー。この車でまだ勝ちがないんで、今日勝って帰りたいと思います。勝ちたいと。対する宇都宮秋典、この人に勝ちがないんで今日は勝って帰りたいと思います。そうですね。お前が言ったんちゃうか今。お台場2位が2回あるっていうことですけど、はい、
これいや顔が暗くなっちゃったからちょっと今日はあのファイヤー出さないように頑張りたいと思います。今一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。さあこのお台場の最後の対戦になります。ノリノリの大吾を倒して宇都宮初優勝なるか。決勝戦はスペシャルコースとなるためスタート前にお勉強。そのコースとはこれまで同様平常沿線会でフィニッシュするのではなく、そのまま直線を逆走し実況席の裏を通り再び2コーナーへ進入、そして再度平常沿という超ロングコースだ。あのね、はいはい、僕がここにいたら、はい、多分覚えられません。いやいや、この2人は覚えられるんでしょうか。あれ鼻息のでしょうか。ちょっとこれ今の神コメントです ね、僕の頭の容量は2ビットぐらいしか頭がないんで2ビット無理です。その2ビットの意味わかりますか。無理言ってる。ツッコミするよ ね。僕らの後ろを通るってところは、はい、横にいる審査員も見えないですよね、後ろの走りは、はい、ここは審査に入らないです。入らない。ここはリエゾン区間で勢いよく来てくれればいいというだけなんです。なるほど、はい、レディー3、2、1、ゴー。さあ全員でゴーの合図だ。いよいよファイナル、宇都宮明憲先行、後追い斉藤大吾、まずは斉藤大吾がぐーっと入っていく。まずは1コーナーの飛び込みで斉藤大吾がギリギリのところ入っていった。さあまずは審査席前に入る。この辺もギリギリのところを寄っていく。うまい走りでギリギリ寄っていった斉藤大吾。斉藤後ろから斉藤大吾、いい距離感を持っている。360度ぐるりと回っていくところの旋回で、さあ近づいていくギリギリでギリギリで当てながら斉藤大吾がぐんぐんと行っていった。さあこっから立ち上がっていく、この両者この辺からどう合わせて出てくるか。今上を通過して、そして出てきた。畳にまだ見たことのない飛び込みだ。入ってる近いところ、そして入ってった。これはものすごいところだ。ここの360度の回転でギリギリのところ斉藤大吾が入っていく。長い距離を今いった。すげえな、これすごい。お客さん拍手しよう。こんな長い距離すごい集中力だ。安いよこれ、こんなの見れるのすごいよ。8対10.5、 1.5 ランクインだ。すごいね。すごい。次の走りで勝負がつくか。さあファイナルの入れ替え2本目、スタートの直線、いよいよ 2.5 を取り返すことができるかどうか。逃げ切るか斉藤大吾、そして宇都宮明憲が入っていく、はい、いやー少しここは離れてった。宇都宮明憲が離れてった。さあ完璧に入り切ることができなかった宇都宮明憲。引いた敵前に入ってくるモンスターカラーのこのマシンマーク2斉藤大吾、それに対してさあ宇都宮明憲がまずは1回目のこの360度のぐるりと回った定常円の状態で、さあ逃げていく斉藤大吾、完璧に逃げを張っていく。さあこのまま近づくことができていない宇都宮明憲でまず1周目終了だ。そしてこのステージ裏を通っていく。さあ後ろを打ち出された状態から再び登場していく。2コーナーに飛び込むぞ。さあ宇都宮がいけるか。いや斉藤大吾が思い切った。ものすごい斉藤大吾、白煙を出しながらギリギリの状態で、これは完璧に黙々状態、もう見えない、後ろが全く見えない状態で今フィニッシュ。すごい。すげえなこれ。なんだこれ。魔人ブーだね。こんなしゃない。全力でやった。これはちょっと取り返すことができないということになるでしょう。8だな。勝ったのは斉藤大吾だ。まさにモンスターだな。終わってみれば圧巻の走りで頂点へ駆け上がった大吾はやっぱり強かった。ベストパフォーマンス賞には東京ドリフト2日間にわたり活躍した藤野が選ばれた。今シーズンの D1 のさらなるレベルアップを予感させたエキシビションマッチ、待望のニューマシン情報など常に最前線を走るこいつらから目が離せない。